眠すぎた。以上です。今日の出来事以上です。あ、そうで歩いて帰ってきたんだけどさ、蚊に刺されてさ、やっぱり、はい、2つ蚊に刺されました。でも2つで済んだんだよ。すごくない？奇跡だと思う、それが。こんばんは。そう、私が2つで済んだならね、上出来だよね。こんばんは。おー、なんかすごい、なんだ、なんかスターが、なんかすごいぞ。何？こんばんは。なんかファーンって弾けた、なんかが。大型の人は刺されやすいらしいね。わかんない。なんかどういう理屈なのかはちょっとわからんけど。結構有名な話だね。こんばんは。ね、実際どうなんだろうね。普段そんなに刺されるの？もうなんか2つで済むことなんてそうそうないです。1個さ、なんかね、とりあえずなんていうの、蚊がいたら5、6個はちゃんと刺されるタイプの人間なので、私はい、周りの人の分も私が、おお、すごい弾けてる、めっちゃいいねこれ、私好きなんだけど。そのなんか弾けるやつすごい良き。花火もいいね、夏らしくてね、ありがとう。そうそうそう、私他の人の分もちゃんと刺されるタイプの人間なので、まあ今日一人だったからね、他の人とかいないんですけど。そう、でもマジで2つで済むことなんてあんまりないので、よかったと思ってね。そう、2つで済んで、しかももう痒くないっていう。全然刺されなかった。帰った瞬間めっちゃ刺された。やっぱり自然が多いからかね、蚊が多いんかね。今年ね、全然刺されなかったんだよね。うん、そう、本当に、わ、綺麗、弾ける、弾けるスター、スターなんだそれは、爆散スター。はい、まあそんな感じでね、今日は一日疲れました。眠たい、寝ちゃいそうだよ。虫よけ邪魔くさいからね、持ち歩くの。今日そんな、なんかそん夕方のさ、蚊多い時間にさ出歩くことなんてあんまりないから、いつもなんか日の高い時間に外歩く、多少外あることあってもあんまりね。そう、なんか、そう、私、まあ、なんだろう、うん、まあそうなんですよ。だからあんまり最近刺されてなかったんですけど、基本的に虫除けはね、使わないです、私。はい、荷物増やしたくないので、ただでさえ荷物多いのに。おお、なんかすごいタコがいた。すごいタコだ、なんだそれ。タコ花火ですか？すごい、なんか面白いね、ギフト。そう、ただでさえね、着替え持ってとかいろいろした荷物が多いんですよ。なので、そうで、お弁当入れて、お弁当箱2つ持って、そう、基本的に私仕事2つなので、お昼と夜とね、別の仕事なので、はい、お昼のお弁当と自分で食べるお弁当と、まかないいつも入れてもらうからのお弁当箱と2つ持って、でノートとか入れて、おー綺麗。そうしたらね、結構ほら前さ、結構マミーにね、買ってもらったんだよって言ってたさ、トムとジェリーのでっかいバッグあるじゃない、あれさ、あれがパンパンになるんですよ。すごくない？そう、着替えとか入れたらね、もうあれパンパンになるの。いつもね、あれ持って仕事に行きます、私は。そう、なんか大きすぎてね、どこで使おうかなと思ったんですよ。まあ、
一泊二日くらいのね旅行だったらあれでいいなと思ったんだけど、そう一泊二日の旅行ってあんまり行ってなかったので、そうどうしようって思ってたら、ね、仕事カバンになりました。こんばんは。明日はね、私お休みです。はい、一日お休みなので寝ます。朝はね思う存分寝て、まあでもやることはあるので、やることをはいします、しなきゃいけないことします。そう外出る買い物もねちょっと行きたくて、そう用事済ませて少し買い物行って、ですぐ帰ってきて寝るもう一回寝るねえ、今日本当に眠たくってさ、もう眠眠の眠だったんですよ。もう眠すぎてあーと思いながらぼーっとしながら仕事してたダメなんだよ、ぼーっとしながら仕事してたとか言ってダメだよ、もうそんなこと言っちゃいけんのやけど、そうでも本当にぼーっとしてたな私。全然体調悪いとかではなくよ、そう一人の時間があるんだけど、そうぼーっとした、眠たい、眠たいなと思いながら、そうでさ、そういう眠たい日に限ってさ休憩中って寝れないんですよね。そう、いやーわ本当に。眠たい、そうなんです。で最近夜は、ね、寝つきよくて、まあ多分睡眠が普段足りてないからでしょうけど、そう寝つきがよくてすぐ寝れるので、今日もね早めに寝たいと思います。ね、筋トレをサボってたので筋トレせねば、お腹ぷよんぷよん、好きなもん食べてたから。でも甘いもの欲って消えないよね、しばらく。こんばんは。そんな感じです、今日の一日。今日の一日、なんだっけ、何かしようとしたんだけど、あー思い出した、こんばんは、ね、今日はね、なんだっけな、今日はね、あ、そう昨日なんか鶏ハムを作ろうみたいな話をしてたじゃん、朝作ったんですよちゃんと。そう作って、そうだから今日のお弁当はもうなんか丼みたいに、なんかご飯とりあえず敷き詰めて、鶏ハムとキムチとオクラを茹でたので、オクラとあとゆで卵乗っけといた。なんか本当に、なんか
あれだね、なんか筋トレ、なんかなんていうの、筋トレしてる人の食事みたい。いやしてないんだけど今。そう、まあ、するよ。明日明後日あたりからね、もうしなきゃいけない。お腹ぽよんぽよん嫌だし、そうたるんできちゃったからちょっとね気合い入れ直して。そう、美味しくできました。鶏飯が今さ、すごいよね。なんかいつももう私的あの弁当にキムチ入れるんですよはい、キムチ入れるんですよ。開けた瞬間の強烈な匂いよね。そう、周りめっちゃ気にしながら食べるんだけどさ、入れるのをやめないっていう。キムチって美味しいんだよ。あら、金沢マラソンに出るの、いいじゃないか、いいじゃないか。私走れないな、降るわさすがに。もうね、走るのしんどくて、もう最近。プロの作った鶏ハム簡単だよ、レシピ教えてあげようか。クックパッドのクックパッドのそれは私の作ったではないんだけど、美味しいよ、本当に。キムチってなんであんなに美味しいんだろうか。キムチ大好き。こんばんは。本当にキムチはうまい。何に入れても美味しいね、キムチはね。でキムチ入れときゃ美味しくなるんですよ、何でも。焼きうどんでも、なんか炒め物でもそう、なんかキムチってさ、ちゃんと味があるじゃない。そうだから、なんか鶏ハムもなんか味付けたわけじゃないんですよ。本当あのお肉柔らかくするためにお砂糖とお塩ちょっと入れて揉んで置いといただけなんですよ。だから味付けは全くしてないんだけど、キムチあるとね、そうそうそう、それで美味しい。そう、鶏ハムも味ないけど、そう味付いてるわけじゃないけど美味しい。そう、タカルビ、いや食べたことない気がする。あ、あるかな、待って、どうだろう、わかんねえ。ある気がするし、ない気もする。うん、キムチって万能なんだよね、ほんと。キムチ入れときゃ味決まるから、大体。キムチと醤油入れときゃいいんだよ。焼きうどんもね。そう。焼肉のタレもいいよね。焼肉のタレもね、あれ1個で味決まるからね。そう。それにマヨネーズ合わせたり、まあなんかちょっと味変もできるし、みたいなね。そう。万能よ。あと鶏ガラスープも、うん、分かんない。醤油にもさ、あのいろいろあるから分かんないよ。うちはねちょっと甘めの醤油なので、やっぱりあのそうキムチとの相性うちではっていう感じだから、そうまあ合わないものもあるかもしれない、もしかしたら。そう、うちはそうですね、ちょっと醤油入れて、鶏ガラもそうです。うちの醤油ね、美味しいんですよ、本当に。お醤油うまし。うん。卵焼きもね、醤油だけだから味。そう、うち醤油、あの、2回回して。そう、以上。前までね、ちゃんと白だしとみりんとって入れてやってたんだけど、そう、なんかさ、やっぱり小さい頃ってさ、勢い余ってすごい入れちゃったりさ、っていうことがあるじゃん。だんだん卵を増やしてってさ、分、そう、あ、また入れすぎたみたいなことをやってたな。そう、こんばんは。あ、だし入れすぎた、あ、みりん入れすぎて甘くなっちゃうみたいなことをね、とやってたよ。今はもう醤油オンリー、醤油だけでうまい。それにね、まあお弁当の時はネギ入れたり、まあチーズの時もある。チーズはね、まあ食べるときにはもう固まってるんだけど、そう、美味しいんですよ。
そんな感じで。かな。あとは、なんかもう話すことなくなっちゃった。話すことがなくなっちゃったよ。こんばんは。何話そうかな。いや、なんもないんですよ、本当に。全然なんもなくて、いつも。はじけてる、スターがはじけてる。とりあえず寝そうっていうことだけ伝えとく。私眠たい、このまま寝れるよ。なんか最近ね、変な夢を見た気がするんだよね。全然もう内容覚えてないんだけど。そう、衝撃夢ね。変な夢を見るんですよ。まあ私あるあるですけど、本当に何回か話してるもんね。なんじゃこりゃっていう夢を見る。すごい変な夢だったなーってことにはずっと覚えてんのに、一生出てこないよね、夢ってさ。本当に覚えられん。気づいたら忘れてる。起きた瞬間はなんか覚えてんだけどね、なんか、だんだん消えてく。帰り、そうよ。予知夢さあ、わからん。そんなもんもう覚えてないからな。なんか見た気がするみたいな、夢でこんな感じの見た気がする、え、これデジャビューみたいなさ。そうそうそう、そういうのはなんか感じたりはするときはあるけど、実際なんかそんな鮮明に覚えてるわけじゃないから、気のせいかなくらいになっちゃう。私だって夢で見ても夢と現実ごっちゃになることってちょいちょいあるからさ。そう、もうわからんのです、何がなんだか。そう、本当にだからね、どうしようもない。こんばんは。面白かった夢とかあんの？いいね。私面白い夢ってあんまりないからさ。そう、ん？みたいな。そう、あんまりなんかいい夢っていうのがないから、
そう、ほんと夢の中に出てくる場所ってさ、まあ、もちろん時空とか歪んでんだけどさ、まあなんか実際ある場所も出てきたりするから、なんか本当に日常に近い夢を見ると、あれ待ってこれどっちだっけ、わかんないって、どんな夢が多い、どんな夢、殺される夢、殺される夢、誰かに追いかけられる夢、はい以上です。うん、いや基本的にだから私さ、そういう系の夢しか見ないんですよ。そういう系っていうか、なんかなんていうの、自分がピンチになったり、そう焦ったりみたいな、そうだから、なんか例えばほら前言ったじゃん、妹ができた夢を見た。いや実際だったらすごい嬉しいことなんだよ。そうなんだけど、あの私の中でそれなんか、まあちゃんと全部覚えてるわけじゃないけど、あんまりいい夢ではなかったんですよ。そうなんかもやっとした感じの夢で、そうそうそう、な私なんかそういうなんかね、あんまりいいよいいっていう、楽しいっていう夢を見ることはあんまりない、全くないわけではないけどね、あんまりないんですね実は。本当に嫌だ。こんばんは。ゆうなさんとひかと遊んでた夢、あそれはいい夢だね。いいな、みんな意外と楽しい夢見てるよね、羨ましいよ。私は楽しい夢見ないから。でも意外とね、なんかそういう怖い夢とかっていい夢だったりするからね。本当になんか本当にいつもなんか嫌な感じ、うーん怖いんです。起きた時なんかはっはっってなる。すっ怖い。変な汗かいてる時もあるし、うん焦るんや。あとはまあこれはあるあるだと思う。なんかどっかから落ちる夢ね。で落ちた感じがしてハッて目覚める。これね大っ嫌い私。ほんと気持ち悪い、あのなんか落ちた感覚。ほんとに落ちてんだもんだって。それで目覚めるって最悪だよ。でも絶対あるあるだと思う。そう。ねえ、こんばんは。45分くらいになったらね、歌歌って配信終わりますね。遊園地のバイキング船、わかんない、それがわかんない。バイキング船わかんない。豚キムチ美味しいでしょ。そう美味しいんだよ。だから焼きうどんとかも、もううどん茹でてる間に今豚キムチ作るんだけど、そうとりあえず豚キムチ炒めて、でそこに茹で上がったうどん入れて、
これは醤油、まあ醤油でもいいんだけど、醤油、うん、そう、全部回してそれだけでもいいんだけど、焼肉、醤油じゃなくて焼肉のタレと、そう、ちょっとマヨネーズ入れて混ぜるとまたそれも美味しいです。醤油マヨでもいいけど、うん、そうそうそう、意外とね、だから簡単にできちゃうんですよ。焼きうどん美味しいようだから、私めんどくさいなーって、そう、なんか何でもいいやって、私普段ね、あんまりうどんとか食べないんですけど、そう、そういう、あの、単品で、単体で単品で食べることはあんまりないんですけど、たまに食べるんですよ。もうめんどくせーってなった時、そう、もういいや、めんどくせー、なんか作れるものってなった時に、そう、たまに焼きうどん作るんですけど、楽です、本当に楽。クリームコロッケ食べたい昨日も言ってたな、これ。クリームコロッケを食べたい、私は今。マミーと行ったお店で、ね、食べたんだよ。すっげー美味しかった。また食べたい。晩ご飯、晩ご飯何食べたっけ。あ、肉じゃが食べたよ、うん、おばばがね、肉じゃがを作って置いといてくれたので。そう、私今日ね、早く終わるよっていうことを伝えてなかったので、うん、そう、あれかなと思ってたんだけど、作って、おい、作っといてくれました。そう、だから肉じゃがでした。クリームコロッケ意外と簡単だよ。なんか爆発するって言うけど、私爆発したことがあんまりないので。そう、美味しいんですよ。こんばんは。前までね、なんかすごい弁当に凝ってた時はね、作ってたんですけど、作んなくなってもうて、うん、そうね、一旦冷凍してみたいな、ですけどね、もうやらない本当に気が向いた時しかもうやらないと思う。なんか一時期すごい料理してたな、私。えらっ。今はね、いかに短時間で、そしてまあ栄養バランスを考えて作れるか。まあ最悪の栄養バランスはね、うん、いいっていう。もう昼だし、いいか。楽しんでないよ、そんな。だって早く起きなきゃいけないんだもん。眠たいのに。でもね、仕方ないの、やらなきゃいけない。だからマミーがね、まあ、毎日弁当作ってる時、やっぱり大変なんだよって言ってたの。私はだからその頃は自分の弁当作るの楽しかったから、そう、うん、何が大変なんだろうくらいに思ってたんだよ。普段毎日献立考えるのも楽しいし、家にあるもんで、ね、毎日違う料理作って楽しいとか思ってたんだけど、そう、今その気持ちがすごくわかる。大変、めんどくさいそう、めんどくさい。そう、今は特にね、もう朝から晩まで仕事してるから余計にだね。そう、うん、
でね、まあやっぱり朝起きるの早いし寝るのも遅くなっちゃって、うん、パン作りもね、うん、そうね、してたね。まああんまりしない。でもね、本当は作りたいパンあるんですよ。そう、インスタとか見てね、あーこれいいなとか思いながら、そう、でもね、なかなかね、やらないっていう。そう、だからなんかほんと楽な、なんかもうなんだっけな、ねあれ、なんていうパンだっけ、なんだっけ、あ、なんかフォカッチャを作りたくて、もうな意外と簡単なんですよ、見てるとね。そう、そう、硬化水っていうのか、そう、意外となんか簡単なのがあったりして、そう、作りたい、そう、本当にだから混ぜるだけみたいな感じのやつね、作りたいんだけど、でもさ、なんか一回さ、ほら、あの、なんていうの、強力粉とか買うとさ、一気に全部使わないからさ、余ってさ、もうでしばらく作らないみたいなことはもう全然あるからさ、だからもう手出せないよ、あんまり。そう、下手に手出せんのよ。前まではね、すごいもう作る頻度が高かったから、もう全然大丈夫だったんだけど、そう、もったいなくてねっていう。そう、だからまあ、なんかちょっと気が向いた時に気が向いて、なんかちょっとあのパン作りをなんかちょっとね、やりたいなっていう、そんなって集中してやりたいなってなったら、そう、もったいないからね、やっぱり。でもさ、シュガーバターパンとか私めっちゃ好きなんよ。まああんまり食べないけど、そう、普段はね。そう、すっごい好き。パン屋にあるとね、買っちゃうくらい。なんかシュガーバターじゃなくても、なんかお砂糖が、なんかなんていうの、コーティング、お砂糖コーティングしてあるやつって美味しいよね、本当にパン。そう、パリパリっと、なんかサクッとしてるやつ。だからさ、私さ、なんていうの、あの塩パンの好きなところがさ、もちろん味も好きなんだけど、食感が好きなんですよ。まあ、ちょっと時間経ったり、まあちょっと物によってはそうじゃないものもあるんだけど、なんかその下の部分がサクサクっとしてるの、わかんない？してるんですよ。それが好きなの、私は。そう、だからちょっとふにゃっとしてると、まあ、もちろん味は美味しいからね、いいんだけど、少し残念だなって思っちゃう。いやー、なんか違うんだから。そうそうそう。そう、塩パンのカリカリが好きなんです。そう、私はもうそこにね、あの一番魅了されたのはそこですから、私。
かな。うん、そんな感じ。いいよね、食感っていいよね。食感がなんかあるもの。あとは何かな。あ、でもやっぱりハード系のパンは好きだね。明太フランス、ガーリックフランス、うん、固めのやつね、美味しい。私固めのって好きだよね。ヤシラズのやつ埋まったの？あ、完全にはまだ埋まってないけど、そう、初めより全然埋まってる。うん、もう全然、うん、まだ未だにちょっとご飯粒詰まったりはするよ。うん、多少する。うん、でもね、そう、前よりはもう全然楽ですよ、本当に。こんばんは。つまらない、つまらない。うん、まあ早くね、何も、もう完全に治ってほしいんで、治ってほしいというか完全に塞がってほしいんで。こんばんは。痛みはもうないよ。さすがにね、いつや終わったん5月。痛みあったらね、もうそれはもう病院行きですよ。そうそうそう、まあね、痛みはね、もう基本的に2週間あればもう完全に治まるんで大丈夫なんですよ。そう、それで収まんなかったら本当に病院行って、そう、見てもらわんといけんのよ。そう、まだ結構ね経ったんです。もう45分、ありがとう。そうしたらね、そうしたらね、歌に行こうかな。
前リクエストあった歌をね歌おうと思うんだけど、音源がね入ってないんですよ、カラオケにね。なのでまあ何と言いますか、あれだ、そしたらさっきちょっとイヤホン入るか、アカペラでね歌いたいと思います。歌えるかな、テロップ入れとこうね。私はね音源を聞きながらやります。2番間違えたらごめん。奇跡の流星群です。私が1回センターやらせてもらった少しずつ傾いてく夕焼けに残された自転車まばら、右側の5番目はまだ部活終わらない、君の存在がやがて影になる、待ってても話しかけられるわけじゃない、何も言えなくて空を見上げるよ、もし君に好きと今言われたらそれは星の誕生くらいきっとありえない出来事、わかっているんだ、恋なんていつだって一方的、君が気づいてくれなくても僕は思うだけだ、奇跡の流星群。感想です。帰ろうとした時に足音が近づいた、君は僕を見て偶然と勘違い、遅いねって二人言い合って微笑んだ、同じ道だから一緒に帰ろう、もし僕が好きと今言えたならまるで宇宙の始まりよりもっと大変な事件だ、説明がつかない、愛なんて想像の産物だよ、たとえここから見えなくてもすべて覆い尽くす心の流星群。奇跡はないと思った。このまま終わるのだろう。じゃあねと手を振った後、君は消えてゆく。僕たちは何を今求めてる？それは愛の告白じゃなく、光る永遠の星たち、理想的な形。もし君に好きと今言われたら、それは星の誕生くらい、きっとありえない出来事、わかっているんだ。恋なんていつだって一方的、君が気づいてくれなくても僕は思うだけだ、奇跡の流星群。はい、ありがとうございます。
猫の間リクエストがあったので久しぶりに歌いました。いい、いいよね。私これ好きでさ、すごい。うん、そう、間違えた、だ、あの、選んだんだよね。これも初めて歌う曲だ。うん、その最近曲聴いて、あの、聴いてる曲ですね。聴いたことある人いるかも。インスタもさ、リールとかでちょいちょい聴く最近。子供の頃見上げた夜の空に思った「あの一つ一つに誰かの願いがこもっている」「その一つがあなたですぐ隣で笑ってて」「ねえ時を止めれるなら」この一秒を切り取って星降る夜にただあなたに会いたいあなたの名前を祈るようにそっと何度も抱きしめているよ抱きしめているよもう私も大人ね変わったこと変わらないこと止まらない時計の針が冷たく胸を刻んだ でもあなたに出会って日々の眩しさを知ってまだ少し怖いけど今踏み出せる気がしてるよ星降る夜に会いたいが積もるばかりあなた高鳴る鼓動が体を追い越してゆく私の名前を特別してあ、間違えた今はただ抱きしめてたいのいつも思ってるよ確かめて星降る夜にただあなたに会いたいあなたの名前を祈るようにそっと何度も抱きしめているよ高鳴る鼓動で裸足の私の名前を特別にしてくれたのあなたが照らし続けてる星降る夜に
もね最近好きな歌ですね。聞いたことない？分かんない、これいつ出た曲なのかとかは全く知らない、ないんだけどさ、私いい歌でしょ。そうそうなんです。最近私はね、ようなんか聞くんですけど、ようっていうかなんかそのインスタンリールでねよく流れてきて、そう、最近ね新しい曲をまた何曲か聴いてて、うん、give you more than words.
先は何一つ譲れない、全力で I can't know, can't know、 どんな暗闇だって照らす light、 あなたがいること、転んで泥だらけも仕方ない、やめらんない、 I can't know, can't know、そん時見てちゃ何も生まれない、まだまだ We can have the freedom、 いつもただ瞬間にかけてたい、言い訳はもういらない、 Live only once、 踊り出せミュージックは止まらない、何にも怖くないわ、少しお待ちください。歌えるかな。いつもなんか音が絶妙に。あんなに一緒だったのに、夕暮れはもう違う色。
優しさは君を遠ざけるだけ。冷たく切り捨てた心はさまようばかり。そんな過去悪さが生きるということなら、寒空の下目を閉じていよう。あんなに一緒だったのに言葉一つ通らない。加速してゆく背中に今は、あんなに一緒だったのに夕暮れはもう違う色。せめてこの月明かりの下で静かな眠りを。行くならきっと悲しいとか寂しいなんて言ってられない。あーもう分かんなくなっちゃった。言葉を無力にしても退屈な夜を潰したいんだね。あんなに一緒だったのに不揃いな二人に今たどり着ける場所などないんだ。あんなに一緒だったのに初めて会う横顔に不思議なくらいに見せられてる。戸惑うくらいに。これ一回間違えるとダメだ、出てこなくなる音が、分かんなくなる。歌い慣れてないから多分 D メロ分かんないでしょ私。私さ、ちゃんとさ、カラオケで歌ったことないんだよ。なんかさ、姉ちゃんがさ、ガンダムシーン好きだったからさ、姉ちゃんとカラオケ行った時に歌ってるのを聞いてるくらい。なんか、なんか、まあ知ってるけどって言ったの。めちゃくちゃすごい特徴があるから。どこにいる、どこに吹かれている。これわかんのかな。その瞳が迷わぬようにな気がするわからんけどそんな気がする。いやなんかね、見たいんだよ私もね。見よう見ようって思ってんだよ私も。絵好きだもん、シードは。シードに関しては絵が好きだ。そうだから見たいと思うんだけど、なんかやっぱりさ、自分に合ってるアニメと合わないアニメってさあるじゃない。まあ私の好みも含めて
だから私が鉄血のオルフェンズちょっと知ってんのが珍しいんだよ、本当に。あれはでも良かったね。ちょっと悲しかったけど、ビスケットとか。ビスケットのシーンさ、私さ、あそこの前後知らないんだよ、あんまり。そう、前後知らないんだけど、ビスケットがね、死んじゃうシーンだけね、すごい悲しくなってね。そう、あそこ見たときに悲しくなっちゃって。ビスケットと思ったの、ビスケットのこと全然知らなかったのに、そう、ほんと知らなかったんだよ。そう、マジでビスケットのこと知らなかった。知らなかったのに、ビスケットってなったよ、私。そう。本当になんか知らないやつが何言ってんねんって話かもしれないんで、本当にビスケットのシーンはマジでビスケット、ビスケットってなった。ビスケットっていうキャラクターの名前ね。そう、ビスケット、ビスケット、全く知らない人からしたらビスケットって何やねんっていう話かもしれん、なるかもしれんけど、そう、ビスケットっていうキャラクターがいたの。私いつもね、ビスケットが出てこなくてさ、なんだっけ、クッキーと、そう、なんか、なんだっけ、クッキーみたいな名前の、みたいな、そう、覚え方をして、最近ようやく、そう、生きててほしかった。ビスケットね、悲しかった。ビスケットです。ビスケットだよ。ビスケットのところはね、本当にあれね、覚えてるもん。なんかその死ぬところだけ、そう、特に。あとはね、なんかふんわりなんだけど、そう、鉄血のオルフェンズは、モルフェンズはなんか好きでした。 そんななんかガッチガチに見てるわけじゃないのに、モルフェンズは好き。そう、キャラクター好きだったね。うん、三日月と、そう、ね、オルガイツカさんと オルガイツカさんとね、オルフェンズはね、結構ね、みんななんかね、うん、知ってる、そう、知ってるんです。キャラが好きでしたね、結構。っていう、そのね、ガンダムのお話でした。ガンダム、そう、いろいろ種類あるよ。めっちゃ種類あるよ。一番新しいのちょっと何か知らんけど、水星の魔女も、私が知ってる一番新しいの水星の魔女なんだけどさ、水星の魔女だっけ？そう。一番新しいのはそれなの？うん、合ってるわ。水星の魔女だ。一番新しいのは？ガンダムストライクフリーズ、まあ、わかんない、わかんなかった。なんかシードのなんか映画だっけ、が出たのはなんか知ってる気がする。うん、お姉様が見に行ってそうと思いながら。で、何歌おう。
何歌おうと思ってずっと私のプレイリスト。テレビは水星の魔女なのか、一番新しいのは。あとね2曲くらいにしますね。1、2曲。英語の歌とかな歌えたらいいんだけどな。そう、英語の歌とか聞いてるから。でもね、歌えないっていう。歌わないよ。うん、歌えないもん。発音できないから。のんびり歌える曲。じゃあこれで最後にしよう。次の曲で最後にします。今日はのんびり歌おう。多分私超えてないけど、うん、のんびり歌える曲だと思う。いい歌詞だし。まあね、また配信をするんで、うん、毎配信歌ってるよね。ごめんね、同じ内容で。歌が好きなんだ。こんばんは。そしたら最後の曲です。全然雪ありがとう。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ。本当にありがとう。情けないけれど、だらしないけれど、君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ、日だまり見つけて遊ぼうよ。だでいつもやる君の足元に小さな虹。ねえ、一生
ばにいて一生離れないように一生懸命きつく結んだ目がほどけないように固くつないだ手を離さないかな。じゃなくていいよ自分らしくいれたらいいよ一人ぼっち迷った時はあの頃を思い出してああ寂しい夜を半分僕に預けてほしい嬉しい日々は十分に笑い合っていたいどんなこと言葉でも足りないような君のぬくもりに触れたせいかな。家族や友達のことこんな僕のこといつも大事に笑うから泣けてくるんだよ何にもなかった空にポツンと輝いていたありがとうに変わる言葉ずっと探していたんだ一生そばにいるから一生そばにいて一生離れないように一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように固くつないだ手を離さないから離さないから一曲歌うことにした急にあと一曲で終わるごめんさっきラストとか言ったのにごめんまあ平野光あるあるということで何言ったっかな。
これもね最後の曲として歌うこと多いかな。なんかウルさんの曲は歌うとエンディングって感じがする違えていたボタン一つずつ下から順に外してもう一度重ねていく。君がくれた時間と温かさをこの胸が教えている。空が青いとか花が咲くとか君が笑うとか抱きしめるとかすぐそばにあったこの幸せを今痛いくらい感じてるよ。守りたいものがあるとそこに未来があるんだと君のいる場所まで迎えに行く。肩を笑ってくれ。一度転んだからこそ見える世界があるなら、もう二度とその手を離さないように。やっと気づいたんだ、君と過ごす日々本当に欲しかったものがそこにあるんだよ。一人で歩いてきた顔をして失いかけてからようやく目を覚ました。そばにあった存在のそのぬくもり、僕はそうおバカ者だ。初めて知る自分の弱さとか隠しきれなかったこの幼さもきっと君は知っていたんだろう。それでも信じてくれたこと、返したいものがあると、見つけたいものがあると、君のいる場所まで迎えに行く。風に打たれてボロボロになっても変わらないこの思いを伝えに行くよ。見落としてきた涙もすり替えてきた感情も取り戻すように、走れ走れ同じものはない、たった一つの輝き。支え合える喜びも分かち合える悲しみも、いつの日か揺るがない形になって、世界中を探してもここにしかないもの、それを愛と呼ぶなら。守りたいものがあるとそこに未来があるんだと、君のいる場所まで迎えに行くから、今はっきりと言えるよ、大切な人よ、いつまでも僕のそばには君がいて。
いいね、なんか染み渡るよね声がね、本当に。そう、この方の歌は本当なんか染み渡る。ランキングいきます。13位さくらのお友達、32位、ランタンさん、なんて返したらいいんだっけこの場合は。なんだっけ、お返事あるよね確か、ごめんわかんないわ私。そうだね、綺麗だね。 GT ユーボーさん、順位ナナタさん、9位カイさん、8位大丈夫博士さん、7位ところてんさん、6位サブローさん、5位サルキチさん、4位カボちゃん、3位ダブル流星さん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。ケンイチさん、ユータさん、桜のお友達さん、ナナタさん、ナニャ神吉さん、ユーボーさん、ランタンさん、スチさん、サルキチさん、ダブル流星さん、カボちゃん、猫3匹とジョンさん、サブローさん、トメさん、ムーンストーンさん、ところてんさん、ゆうこさんです。ありがとうございます。降ってない降ってない降ってない、パチパチ音する。いや、あ、私があのごめん、オーセンのところ押さえてたからかも、ごめん無意識だった。はい、そしたらね、本日もありがとうございますね、皆様一日お疲れ様でした。早くね、あの寝てゆっくり疲れ取ってくださいね、本当に体調気をつけてお過ごしください。それではね、また次回お会いしましょう。ありがとうね、見に来てくれてね。皆様おやすみなさい。ゆっくり休んで、いっぱい食べていっぱい寝て、体調気をつけて過ごしましょうね。おやすみ、ありがとう。